として扱われてるのが許せない。この頃のハーディングはケリガンに対し憎しみすら感じられる嫉妬心をぶちまけていた。しかし次のシーズンに入ると、しかし事件から2週間後、容疑者が逮捕された。その男はなんとハーディングと離婚したばかりの元夫ジェフ。